アウダから生原、生原パス、さフリーで森川のスリーポイント、確率高いですね、そうですね、どちらも、どちらもインサイドもそうですし、アウトサイドもどちらもよく決まってますね。一人の後またディフェンスのところ動かずにしっかりとこう突き切れてるんですね、はいはい、森川スリーポイント、ここはよく決めました、はい、よく決めましたね。長谷選手がよくあのハーパー選手についてますよね。そうですね、はい、さあここをうまく決めましたが、あディフェンスファウルがありました。ハンナリズ23番第2クォーター残り時間5分を切りました。さあここでオフィシャルタイムアウトです。アウダから森川、森川の2ポイントショット決める。でもまだ森川選手、そうですね、すでに2桁得点マークしています森川、これで12得点です。この第2クォーターはこの森川だけが得点を決めています。前半だけで15得点、河村パス、森川スリーポイント、いや落とさないですね、そうですね、タイムアウト、ハンナリーズ先ほどの1本だけですかね、そうですね。さあ森川、カータの代わりにアウダが入ってきています、そのアウダアタックで得点を取りました。さあ森川が来ました、まずこの点差が離れていくということを止めないといけない、そうですね、森川、森川選手すごい、森川は今日これで5本目のスリーポイント成功で、森川スリーポイントシュート決まる、いいですね、これで22点目です。